どうもー、はい、皆さんこんばんこばはは今日はお,お集まりいただきありがとうございますしの自己紹介とねあの意気込みを聞いていきたいんで皆さん一人ずつ聞いていきたいと思います、えー、まずはねじゃあ成尾さんからで今回ですけど、はい、自己紹介なんですけど使用キャラとね あと、現在のランク、MR だったら、MR のポイント、なんか、いくつかください。お願いします。あるんだ、そういですか、分かりやすくなるんでね。分かりやすくなるんでね。はい、ぜひお願いします。じゃあ、ローさんからお願いします。あナローです。えっと、よろしくお願いします。使用者キャラは、ジェイミーで、一応、世界一です。おっ。すかしてんねー。数字は世界一と。まあ、そうっすね。一っちゃん強いっす、僕が。 なるほど、ありがとうございます。今日、人狼なんですけど、人狼はどうなんですか、強いですかあちょっと久々なんで、ちょっと心配なんですけど、まあ、結構皆さん、初めてやる方が多いって聞いたんで、見たいですね。ですよね。だからまあ、とりあえず大丈夫かなっていう、まあ、あとはまあ、ちょっと、ね、粗相がないように頑張ります。よろしくお願いします。なるほど、そうそ期待してますんで。いや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 、本当に、粗相ないように。お願いします。お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、わりは次はね、 玉持和代ちゃん、えーはい、自己紹介意気込みと、使用キャラと、現在のランクをお願いします。はい、えっ、ー、と、狼に食べられちゃう、赤ずきんちゃん系、ブイチューバー、玉持和代です。<laughs> お願いします。何 <laughs> <laughs> な、な、でしょうか。笑ってないよ。全然大丈夫よ。よ笑って、笑ってないですか。笑ってない、笑ってない。あ、あいます。と、なんでしたっけ、使用キャラは、モダンガイル。うん うん、で、えー、この前何、えー、でしたっけ一番上のランクマスターに行きました。おーすごーい。<ー>えー、すごーい。6から格ゲハム始めたんですけどあのドハマりしてやっとマスターに行けました。6からやってまマスターすごいね。<ー>はいすごい。<ー><笑>,笑ってるも。もっとくださいあの褒めた褒められたいです。あーなるほどね。はい。で人狼はやったことありますか。いやその初めてで。あもう全然やったことない。 はい全くないですああそっかあとなんかお風呂嫌いらしいですねそうですね皆さんこの人ねお風呂嫌いでお風呂入ってないらしいですブーブーキャラやんなんでなんかそのまあ村人だろうが狼だろうが匂いでちょっとねごまかせるかなと思っておりますそう すごいキャラ付けだよな、それ絶対いかんやつだと思うななだ <laughs> 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 意外といいですよ、意外と日。あ、なるほどね。わ、はい、かりました、じゃあ、一つ頑張ってください、うん、お願いします、はい。よろしくお願いします。はい、次はですね、三番目、新二さん、えー、自己紹介と意気込みと、使用キャラ、現在ランクお願いします。はい。ヒゲの数だけ、ファンサービス。どうも v、ブーチューブエルス。おお、新二やめてくれよ、その感じでいくの。新二くん、さすがだね。<laughs> はい。 えっと使ってるキャラクターはザンギーフでールは最近1500やく戻ってきてたからですすごいすごい見てるザンギーかわいいあ VTuber なんでこれ二次元なんだねはい VTuber ですあっすごいめっちゃ動くそう何のそのうち人狼俺真面目にできないんでうん、んなかいつも断ってるらしいもんねなんかねそうそうです今回はそいとしのプルルタンとカルビタンがいたから来たって感じでありがたい嬉しい ってことは人狼じゃ嫌いってこと人狼嫌いです <laughs> <laughs> 嫌いそ <laughs> れは学ーマー狼のとって相当楽しみでございますはい、ね、相当楽しみであの嫌いな人狼を見せていただければいいので気楽にやっていただければと思います天然トロールになりそうで怖いんでそこだけちょっと容赦いただけると多分なるんでどうしてあの多分みんなついてくると思いますね、うん、大丈夫と思います,、うん、います全然大丈夫薄い切らなやっていただければ大丈夫なので、はい、よろしくお願いします いや次は四番アリケンくん、えー、自己紹介意気込みと、えー、使用キャラと現在のランクをお願いします。はいどうもアリケと申します、えー。ダルシモを使って現在 M R 千六百ぐらいですね。はいダルシモ強くしてほしいと思います。どうも唐揚げ大正解。<laughs>

あれしか出してないんでこれからですこれからですよえで人狼はやったことありますやったことあるんですけどちょっとマジで頭が悪いんで人の話とか覚えられないんで多分マジでずっとトロールすると思うんでよろしくお願いしますあじゃ楽しみですねそういうのも待ってましたんでお願いしますありがとうございます頑張ってくださいお願いしますじゃ次は 五番目天木プルルちゃん自己紹介意気込み使用キャラと現在のランクをお願いしますはいオアブレッテイスターコアのプルプルエンジェルデビルアーチプルルです <laughs> 使用キャラはズリちゃんランクはダイヤー師匠はハイタリ先生です <laughs> おぉ師匠まで教えてくれてありがとう <laughs>

でもなんかしないけどいつも最初に釣られてたんでああだって出てるか分かんねーけどトロールだなってあのうさ話していきましたねおいいねじゃあちょっとね今日素人さんいっぱい多いですからリードしていただけたらと思いますじゃあ頑張ってくださいありがとうございますお願いします次はですね六番目はい谷さん自己紹介気込みと使用キャラ現在のランクお願いします

そう、回った感じだねでちょっと今日は無双しちゃおうかなと思ってますわ、うん、かりましたじゃあよろしくお願いしますはいじゃあ次は七番目赤身カルビちゃんえー、自己紹介意気込お願いしますお肉の国の姫様赤身カルビです <laughs> 使用キャラはマ兄者です <laughs> 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 なんでみんな笑ってんの選手ですえん<あ>な,なんすか今なんて言いましたごめんなさい はシュート選手ですあシュートはいはい現在ランクは現在のランクは最近ダイヤ一になりましたおすごいもうすぐダイヤ2です上がったね頑張ってんね上がってます順調になるほど人狼の方はどうですかやったことありますか人狼はなんか言葉でやる人狼言葉だけでやる人狼は一回だけやったことあるけどおあのゲーム性が人狼のやつはいっぱいやったことあるから自信ありますあアマンガスとかねそうそうそうあーそうかマロンめっちゃ自信ある 食べるの大好き。<laughs> あー、人狼側でね。なるほど。<laughs> そう。そうそう。食べるの好きだもんね。そうだよね。どっちも食べでも好き。そっか。じゃあ、あ食べれる側だったらいいですけど、でも人狼、あの市民側だったらね、その。人狼炙り出さなきゃいけないの。そこは大丈夫ですか。まあ、大、それも大丈夫。 頑張れるか全部大丈夫です頑張りますか。であとみんなから言ってたんですけどルール把握してますえ、なんか競争ずっとさルール大丈夫大丈夫って私だけにさあ言ったんだけど何を問題ありません問題ない大丈夫そうあ、よかった大丈夫だよプユジョたの方が心配で私はいやいやいやわかるわかる大丈夫だよ大丈夫かなぁ今日はねルールをあの逸脱しても怒る人いませんのでカルビさんあ、安心してくださいはい あのむちゃくちゃもうあのね何んですか法の網目を食いこうね <laughs> 抜いたようなプレーで全然大丈夫なんですはい隙間でやそういうの大好きルールに書いてないことはね守りませんからはい大丈夫です <laughs> もう好きなことやっていただければと思います <laughs> じゃ頑張ってね <laughs> はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いしますじゃす次は写楽節菜さん、えー、自己紹介意気込みと、えー、使用キャラと現在のランクをお願いしますあこんにちは 6月にデビューした V パイトヨロ2グループのメンバーの1ミロの写楽せつらと申しますどうもええ使用キャラは剣を使ってます剣をはあ MR は<ー>えっとあ1400に下がってしまいましたがあのあでもマスターってことだよねはいそうです,すマスターでー1400から1400に戻してもう怖くてやれてませんが練習頑張っております人狼はあまりやったことないですけれどもはい、うん、あのー まあ、えー、と立川プロにメンタル面の、うん,ん、まあまあ、立川遊びたいぜんでボコボコにしたという鋼のメンタルがございますので説明をすかして立川のことめちゃめちゃ嫌ってるのがカルビです。<laughs> ああ <laughs> 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 名前出す逆効果ですね今日。<laughs> あんまり終わりたくない <laughs> や。やちっちゃった <laughs> <laughs>。じゃあぼ某プロボプロに,ープロにあのメンタはい遊び態勢でメンタル面を期待てもらったでまあボコボコにしたんですけどっていう感じなんで今日もえっ、ー、とファッションで楽論理を組み立てて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あとねなんかね実はヴァンパイアで目が赤く光っておばあちゃんそのモー入れない

いらんいらんこと言っちゃったみたいです。す <laughs> えー、じゃすみません。じゃあ最後に、えー、梅原さん、えー、自己紹介とです。塩、えー、キャラと現在ランクお願いします。えっと梅原です。塩キャラ剣です。はい。ランクランクってなどういう風に言えばいいかわかんないな。もういいじゃん。レジェンドランクのないか教え<あ>てくればレ。レジェンドわかんないです。何位か。 でも上のそれに腹立つわそれが腹立つわいやじゃなくて変動するからどうする変動するからやっぱり1位とかって恥ずかしいね、なるほどな頑張ってっちゃったからな俺の気があったのに梅原さんごいゴイゴイですすごいなぁゴイ人狼はね結構やってますからね梅原さんいやーでもちょっと初めてその力の及ばない範囲の人たちとも 人狼なんで、ちょっと怖いですね。確かに。そうですよね。確か力及ぶの鳴る音を吐いたりぐらいですもんね。あ、そうです。俺は韓国の民だ。はい、わかりまし梅原さんは、あの格ゲーマーに対して、パワハラを相当使います。怖いな。一番勝ちやすいんでそれ。じゃ、皆さんね、じゃ、それで頑張ってください。わかりました。じゃ、皆さん、よろしくお願いします。お願いします。 では GM のさかなさんはいえ本日もゲーマスターを務めさせていただきますさかなと申します皆様よろしくお願いいたしますお願いしますお願いしますお願いしますえ塩キャラはマリーザを使っておりましてランクはプラチナまだ1でえやっそれでプラチナプラチナだまだ 駆け出しなのでただ人狼ゲームはマスタークラスなので皆さんをサポートさせていただければと思いますのでよろしくお願いしますお願いしますではですねさかなさんにえ今日の格ゲーま人狼のルール説明をお願いしますはいそれではですねちょっと視聴者向けに簡単に説明をさせていただくんですけどもまずですね配役本日の配役についてなんですが人狼お二人そして強人が一人おりますこちらが人狼陣営ですねそして村川陣営が占い師霊媒師騎士1名ずつ市民が3名となっております 9人全員が生存している段階では、能力者がいないということはありませんので、今言った早く全員が生き残っている状態でスタートいたします。議論時間は4分間から2分間まで、えー、の順番となっておりまして、問いは質疑応答形式となっておりますので、本日は1番成尾さんから1日目は順番に投票、質疑応答、1分間誰かと1対1で行っていただくという形となっております。はいはい、投票時間で全員の投票数が同数だった場合は、弁明なしでランダムで処刑者を決定いたしますが、 同、えー、数になった場合は決選投票というものを行いますのでまたそちらの時になった時にまた、えー、指示に従っていただければと思いますえまた投票時間は自分に投票することはできませんのでお気をつけくださいで決選投票で1回同数だった場合は対象者の中からランダムで処刑者が決定いたしますので投票時に必ず誰かが処刑されるというルールとなっておりますお気をつけくださいそして処刑者は最後に遺言ということは最後の言葉を残すことができます夜時間では人狼の内通は1分間 ありまましししてて、えー、相方が死亡してしまった場合は30秒固定となりますのでよろししくお願いしますなので人狼同士はあらかじめ作戦会議を立てているという形となっておりますのでお願いいたします、えー、そして占い師は最初の夜時間に人狼ではない方を1名お伝えします2日目以降は自由に誰か1人を占うことができます棋士は誰か1人を護衛することができるんですけども連続で同じ人を護衛することができませんのでお気をつけください またゲーム中は基本的に何をやってもルール上オッケーとしておりますが、まあ主催である黒人さんの注意が入らなければオッケーという認識でございます。問題があった場合は黒人さんから注意が入りますのでお気を付けください。はい、それではルール以上でございます。はい、ありがとうございます。皆さん聞いてましたか。聞いてました。はい。はい。言っ、はい、てないですね、皆さん。でもいいです。大丈夫、大丈夫です。こういうねふざけたやつがいるのが角山ジムですから嬉しいですよ。で皆さんね、あの今日はですサ、ね、ンやります。 年末なんで特に三村やるんですけど三村目はそういう数え方なんだそうなんですよ一村目二村目三村目みたいな感じでで三村目はもしかした時間が押してたらサクサクしますんではい大丈夫ですかね大丈夫ですか学校の先生になってきますね今ね気持ちわかりましたねはい核戦争人類はもう何でもありですから。 あの暴言もありですパワハラもありです居眠りしてもいいですメモ取ってもなんでいですメモにせてもなんでいです勝つためなら何でもいいです勝つためにみんなやれることをやってくださいお願いしますそれでは準備の方大丈夫ですかいつでもい大丈夫ですそれでは取り直して第60回66回角闘マッングをスタートしますよろしくお願いしますお願いしますお願いします魚さんお願いします。 はいそれではですね皆様まずは左下に表示されているマイクのミュートボタンそしてビデオのえ停止のボタンを押してくださいはいまたただいまから夜時間役職を配布するんですけども村人のい以外の方を、えー、呼び起こしますのでよろしくお願いいたしますちょっとりょ夜時間時間かかりますのでご注意くださいそれでは皆様おやすみなさいませあそういう感じなんだやばいこの言葉だけのやつあんまやったことないからむずい梅ちゃんと一緒にしゃべるのは初めてなんだけど俺緊張してきたわ この声が聞こえている占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますそれでは有賢さんあなたは占い師の能力を持ちましたはい最初の4時間では人狼ではない方を1人お伝えいたしますはい人狼ではない方は9番梅原さんは人狼ではございませんはいただし人狼の味方をする狂人の能力も一応初日の人人間として伝えられる可能性もございますのではい、はい お気をけくださいそれでは頑張ってくださいそれが占い結果ってことですかえっと、占い師の能力結果は最初の4時間をつげなので、こちらが能力の結果でございます。梅さんが人狼ではない。リョーカイです。わかりました。はい、それでは頑張ってください。いや、忘れられません。ウさん梅なさんは人狼じゃない。梅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 さんは人狼じゃない。 人狼じゃないってことは狂人の可能性もあんのかなうわ、わかんねえ。うわ、聞いとけばよかった。え、人狼、狂人って黒って出んのかなうわ、聞いとけばよかった。最悪や。でも、人狼じゃないってことは狂人かもしれないってことだと思う。言葉のあやを汲み取るなら。うわ、でもわかんねえ。どうしよう。梅さんがいきなり占い師ですとか言い出したら。怖すぎ。まあでもいちゃ、いったんいいよ。ちゃんと占い師です。梅原さんでした。 人狼じゃないたかっっですっていいよ恐ろしい夜が明け朝となりましたこの夜時間中に名前を呼ばれていない方は能力を持っていない村人となりますのでご注意くださいそれでは1番成尾さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください2番玉持一代さん3番真治さん4番有賢さん5番天木プルルさん 6番、ハイタニさん7番、赤見カルビさん8番、シャラクセツナさん9番、梅原さん以上9名生存となっておりますそれでは皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたしますマイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは1日目の話し合い4分間で開始してください、どうぞ お願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようござい、おはようございます。いですね。やあね。え、これ最初のいつもの流れなんですけど、役職ある人なんか最初出るんですけど。あ、ありましたありました。ありますあります。ありますあります。お腹大きく大きく。あり絶対あります。僕からいいですか。はい。僕占い師で。え。 はい、あの、シャラクセツさん、白でしたもう占えるの?。最初に、あの。聞こえるんですよね。聞こえるって、あの、最初に。あ、そうか、そんな感じ。するなみません、自分。え、ありがとうございます。まだ、シャラクセツさんは白でございます。自分、自分も占いです。え、自分も占いです。ちなみに、自分も占いです。俺も、じゃ、占いです。俺が占い師です。 じゃ、誰か、じゃ、プスさんから。誰占ったの。はい、プル、カズヨちゃん白でした。おお。はい。え、ありけ占い師です。梅さん白でした。あ、じゃ、もうわかんないな。ありがとうございます。え、シンジさんは。あ、俺は、じゃ、占い師です。え。あ、じゃ。待って。お、やばいよ、って、お前の動き。え。どっちなの、ナチュラル。 人なのか、本物の巨人なのかどっちなんだお前。俺違う職業だったらみんなが占いしてうか流れに乗っただけで何なの職業あ役職持ちってことや俺は霊媒師だよ、霊媒師あ霊媒師霊媒師なったっけあやられただ財宝の場所がわかるやつ財宝財宝にたどり着かせるせえっホ本当なの本当にそういうそうだそうだそうなんだじゃ殺しちゃダメじゃん あの、でも、霊媒師。他に他にいないんだもんね。霊媒師じゃ、しんさん、かく。だから、かん。しんと見ます。あ、しん。え、霊媒師って、いい人ですか、悪い人ですか。あ、いい人です、ブラビ。あ、いい人なんです。つられた人。おお、白か黒か、分かんでしたっけ。ああ、そういうルールかな。あれ、噛まれた人じゃ。噛まれた人だっけ。噛まれた人は絶対白だから。 あ、そもそもね、あ、あ、そっか、なるほどね。じゃ、左主さんは、生かしといたほうがいいってことね。え、占い師って一人。はい。はい。一人。あ、いや、その、システム上というか、ゲーム上。うわ、じゃ、あもうやばいわ、鳴るとプルルやばいわ。偽物だ、この。やばいわ。その二人は偽物ってことか。うわ、じゃ、あ俺を信じてください、皆さん。いらないしです、僕は。 やっぱシロシロいいいいですか相手これ占いがあの三人出たってことはあの一人死んのあの二人が黒陣営なんですよなのでもう占いはローラーしていいと思いますえちょっと待ってなんかブッサンがそんな得意そうなの嫌なんだけどえもえ占う得意だブッサンえ乗ります乗りますえまず何占う二人占う二人ですその占いじゃない二人で確定じゃん。

それでは予定<ー>が終了となりました皆様マイクのミュートを押してください右側、はい、の停車を押さなくて大丈夫ですマイクのミュートだけで大丈夫でございます、はい、それではただいまから質疑応答の投票のお時間となりました本日は一番成尾さんから番号順に質疑応答と投票を行っていただきますそれでは成尾さんどなたに質問されますか持和代さんではい はい、よろしくお願いします。なるほど。お願いします。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。なんかあんまりこうなんかしゃべな多分みんなの圧がすごいだと思うんで、すごいですね。あまりそうなんかちょっと喋れてなかっただったああありがとうございます。はい。どどうかなと思って。いや、プルルちゃんに白出しされたんですよ。あ、私。そか。あらまがががプルルちゃんに、はい、白出しされてるんですけど、はい。あの白です。あじゃああそこだここだここだここだ。はい。 プルルちゃんはちょっと白目に見てますね私はああなるほど、はい、あなろうさんは誰にいや俺どうしようかなってどうしようかなああ僕はえっと刹那さんですにですよね、はい、白だしですよねそうですだがこのブズ、はい、えじゃあだ誰占いローラーでいきます占いローラーで行くとしたら まあ、プルルちゃん以外どうですよねそうですねナロさんかアリケンさんですなるアリケンさんの顔が怪しかったです <laughs> それでは <laughs> はいナルオさんどなたに投票されますかじゃあアリケンさんでお願いしますアリケンさんに一票目が入ります投票数のカウントはお名前の横に票数としてカウントさせていただきますのでそちらを参照してくださいでは続きまして2番玉持和代さんどなたに質問されますか はい、えー、っと、じゃあ、あアリンケンさんに質問させていただきます。何でしょうか。アリンケンさん、ちょっとその占い C. C. をした時。顔がね、笑ってたかなっていう。<laughs> いやいや、いいじゃないですか、笑顔が多い。いつも、いつも、あの、<ぐ>はい、なんですか。笑,笑、笑顔の方が、やっぱ、あの、<laughs> はい、今日初めましての人が多いんでね。ちょっとなんか、しろの。 プロですよね。今もね。いやでも僕本物ですよ。占い師。はい。でも誰に出したんでしたっけ。梅原さんです。あれそうでしたっけ。はい。違ってましたよ。え<っ>。違ってましたよ。違っ,たよ違ってましたよ。いや、梅原さんが白って言いましたよ。<ー>僕は。ああ、なるほど。騙されないですね。ああ<ー>、ーそういうことやってくるんだ。 えでもほんとだよだって俺本当にもう嘘ついたことない人生でいやそれそれが嘘ですもん本当に信じていやでも私いやでもその顔だけで決めてたら村崩壊するよ本当に,本当にいやでもなんだもうそれでは玉内和夫さんどなたに投票されますかありけんさんでお願いしますありけんさんに二票目が入りますでは続きまして三番しんじさん どなたに質問されますか?。いや、どうしよう、カルビで。喋りてだけだろこはい。おいや、そうなんだよ。なんで?。カルビって何食べたん、ご飯。今日はね、えっと、すっごいコーンがいっぱい入ってる、コーンスープと。ビーフン。ビーフン。皆様、ある?。厚焼き卵。 俺はねマックのね、おい、何見せられてんだよ、これ。いいね、マックさん、イチャイチャすなんだ。おい、マックさん。やめろ、それ、もう、決めそういうのじゃないよね。投票先決まってるから、好きなことしゃべればいいかなと思って。あ、そうなんだ。暇を持て合わせてんだ、じゃあ。そうそうそう、もう完全う推理できちゃってるから、俺はもう、ここの時間は正直、その推理語ってよ、じゃん。 えっとあれだなえー、っとその、あのあ、ー、かんりけんじ <laughs> じゃねえのかな <laughs> なっっうは,うはちょっと待それでんさんどなたに3票目が入ります。やばい では続きまして四番アリケンさんどなたに質問されますか。ナルオで。はい。ナルオ。はい。お前やりすぎだよナルオ。みんな信じてくれ。ナルオがキラだ。俺じゃない。違う違う。本当に俺じゃない。お前ヘイト向けの上ますぎるってお前。諦めろ。諦めろじゃない。本当に俺は白なのみんな信じてくれ。俺はキラじゃない。 みんなの <laughs> ちょっと待って顔で選ばれたら俺これから<う>全部釣られるやん俺も,もう死んでるやん死んでるや死んでるじゃない嫌だんでくるやん死んでるやん死んだるやん死んでるやん死んでるやちなみに次誰選べる人次選べる人次ハイタニさんやるよじゃああなるほど、うん、じゃあなる尾は誰を釣ろあやっていやまあ、まあ、正直誰でも言っちゃいいんですけどこれ皆さん見てください成尾のワイプ嘘つく人って顔触るんですよ <laughs> 皆さん見てください今触りましたよね知ってますか人間のメンタリズムの部分なんですけど嘘をつく時顔を触るこれね成尾はもうね俺にヘイトを向けて嘘をついて仕事完了という安心から来て顔を触ったの皆さんこれね成尾がね絶対嘘ついてて違う違うそれでは有賢さんどなたに投票されますか成尾でよろしくお願いします成尾さんに1票目が入りますでは続きまして5番天樹プルルさんどなたに質問されますか ははいたんで、はいでどうも、こん,ばんはあのそう発言があまりあのそう刺さったものがなかったので <laughs> 次にスベを占いたいと思ったんですあでもそ<う>はいはいアリケンさんに一応ねしろうって言われて安心してましたそうそうそうなんかそう、うん、アリケンとのラインかなと思ったんですが、はい、でもアリケンがあのー、強人だったら多分 そうあいての黒とかわかんないと思うからアリゲンが黒っぽいなと思って次をだまおっかなと思ってたんでしょ <laughs> あ俺をねそう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 ああいや全然いいんですけど<う>ただ何にもないあのほんとに役職も何にもないただの村人なんで、まあ、ちょっとなるほどなるほどはいそうか何食べました今日は <laughs> 何食べたえっとあやばい、え、なんだっけえっとーうわかんなくなっちゃった覚えてるおじいちゃんおじいちゃんですか？ハリケンでなーハリケンさんに四票目が入りますなんでだよーじゃ続きまして六番、ハイタニさんどなたに質問されますかいやー、どうしようからじゃせつなさんでやばい、釣られるはい つられる。あれで、村人っすか?。つられちゃう。私はあの、成尾さんが。おもろ。と言っておって、うん、それで城出しをされておりますね。うんうん、<laughs> なるほど。はい、私村人でございます。もちろん。成尾が真やったら。村人を。はい、成尾が、成尾、成尾って言っちゃってごめんなさい。成尾さんが。真、うん、だったら、あのー。 村人なんですけど、客観的に見村人は、今ルーラの流れになってて、ありけんさんまつられるっていう感じになっておるでしょう。マジタロブ・ハイタリさん。マジタロじゃないんだよ。村人としては、占いルーラーを進めてもいいのかなと思っておりましてそれに乗りたいなと思ってる次第ではございますよ。ハイタリさん。まあ、無難ではありますよね、それが。はい。だから。 アリケンさんが釣られた後の動きを見て、アリケンさんが白出ししてる上原さんとかもちょっと疑っていきたいなと思っておりますので、すまずアリケンさんが怪しいから、白出してる上原さんがそうか、さっき怪しい怪しいというか、もうっとワイプでどうにかするしかない。なという感じですなるほど。ありがとうございます。それでは、ハイタニさん、どなたに投票されますかでも、アリケンさんが次、俺を占ってくれって言ってたから、うーん、じゃあ、俺はナルオにします。 鳴雄さんに二票目が入りますでは続きまして七番、赤見カルビさんどなたに頼む頼む頼むもうワイプで戦うしかないじゃあカズヨさんワイプで戦うしかないはい頼む鳴雄連れ鳴雄連れカズヨさんとぷゆゆさんは繋がってるの繋がってないんですよね全くすごい安心しちゃって白出しされてぷゆゆさんがカズヨさんを占ってたうんそうぷるるさんがカズヨを占いました カズヨさんは何、誰を占ったんだっけその村人だからその占うっていうのはちょっとからこいつ何も聞いてねえよ、マジで。あれ、ちょっと待って、バカ。バカがいるあわ。私、バカがいる。ん何やカズヨさんが占い師、プルルちゃんが占い師使用されてます。ナルオさんかカズヨさんが思ってた占い師。違う、違いますね。はい。しばだし。危ないさんを いやいやめてそんな誤解で、いやいやんなでで和んでかずよ和さん、かずさんを今投票じゃなくて、あの雑談しといて、<laughs> よかったそんな、ね、よ,よかったよかったなるほどね。はい、白の安心してください。あとはが整いました。ありがとうございます。よかったです。はいはいありがとうございます。何の話だよ。よ何の話だ。いやこれはナルオさんです。ナルオさんに三票目がほほあるのか。 では続きましてシャラクセツラさんどなたに質問されされますかはいえっ、ー、となるおさんで、ね、お願いしますはいやばいやばい嘘つくいなろうさんよろしくお願いしますかおさまれカウれ。もレオさんあのなるおさんは私に白だしをしてくれたので最初は新芽で見ておりましたあがが顔触れがれ、はい。あの占い師が三人いたのではい。まあ ちょっと、まあ今のところ3人ともな誰かわかんないって感じなんですはい、でカルこのんは占い師ルーラーを提案してくれたのではい今ちょっと村辺で見てましてはははいはい、はいで、今の流れで言うとルーラーなんで次はちょっと申し訳ないですが立憲さんに入れようかなと思っておるんですよ。ままままあああこのため、ね、残る成尾さんに、はい、明日誰を占うか聞いておきたいなと思いまして。はいはい

じゃあ明日はイダリさんお教えあーごめんなさいさらくしつまさん,さんどなたに投票されますかあーすいません有健さんで有健<ー>さんに5票目が入ります終わったでは続きまして9番梅原さんどなたに質問されますかあじゃあ有健さんで <laughs> 梅さん僕はキラじゃないかわいそうに僕はキラじゃないなんで死にゆく人の声を聞くんですか梅さんいや。一応なんか ねとりあえず1日目でいなくなっちゃうから会話しようかなと思ってああどうもはじめましてありがとうはじめますダルシム募集したときに入ってきてくれますしそうですね戦ったことはありますはい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 ありがとうございますいやでも味方がいなくなっちゃったやそうなんですよ顔顔で嘘つきって言われてるんですよ僕今かわいそう今から釣られる理由全部顔ですからね僕えでも占い師ほ本当に本当です本物の占い師です僕が鳴尾が悪いやつです

それでは、梅原さん、どなたに投票されますかじゃあ、有権さん… <laughs> なんでだよ有権さんに6票が入ります俺、白だしにしたいやん当時処刑されるのは有権さんですそれでは、有権さんは最後に遺言を残すことができますのでミュートを解除して遺言をお願いいたしますみんな、鳴る音プルルには気をつけろよこいつらがキラだそれでは、有権さんはビデオの停止を押してください かかおい殺されたっておい殺されたっての一瞬で終わったおい顔が嘘つきで釣りますでみんな乗って釣ってくのやばいって <laughs> おいエグいってみんなおいポンコツしかいねえよ顔だけで釣られたぞおいエグ <laughs> いマジで絶対俺人狼になったら全員食い散らかしてやるからなマジで。 いいか減にしろよほんとに <laughs> おい顔出してるだけで不利じゃねえかよ俺なんだよ嘘つきみたいな顔って嘘ついてる顔っておいニコニコしてるから嘘つきって言われたぞ <laughs> どうすりゃいいんだよじゃあ真顔でいればよかったのかよ<笑>,笑顔なんで怪しいですおいどんだけ人間信用してるんだよあいつおい闇深いぞカズヨ いやでもカズヨナルオカズヨナルオが線引いてる可能性もあんのか 2>, 2日目の朝となりました1番ナルオさんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください2番玉持ちカズこの嘘つきこいつがキラだ<番>どうしてだよ天木プルルさんどうしてみんな俺のことを信じてくれないんだ相谷さんこいつがキラだ7番赤見カルビさんうわ 8番、車楽ラクさん。9番、梅原さん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。初手で死んだら暇じゃねえか。んささはビデオの停止を押してくだいえ、信じが食われた。それでは現在7名生存です。皆様、2日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。おい。それでは、2日目の話し合い開始してください。どうぞ。おはようございます。ようございます。

なんで <laughs> 霊媒師がいないと俺が黒かどうかわからんやん。と言いますといや、あのー…霊媒師ってまず守られるじゃん。ああ<ー>、そう,そうですね。うん、それを成雄がもし人狼だったら分かってないわけないなと思ったんで、ね。ん信二がスタッフさんに言ったら。守られる,でこれ,れるのに噛むから損ってことか。<laughs> だから、カズヨ、カルビ、セツナの3人の誰かってことでしょもうそこの、絶対カルビやん。その断りを分かってないことですよねうん。あっ、まあまあ、占い師さん、あの占い教えてください。あ、はい、それカルビやん。白です。僕、ハイタニさん行きました。すみません。はい、おあの、宣言通り、梅ちゃん、白。みんな白だ。え、どうお前らさん、占ったのう梅ちゃん、占ったんすか

でいやなんか一応かぶんない方が良かっまあ良かったはっているですあのあれかなと思ったんでプレイヤーアリが黒だと思ってたんですああ早いだからラインかなと思ったのであのうぬああ早いあそうッサンがまともに喋ってやがるえラインえちょっだって多分一人がいやいやいやないでしょラインはえどういうこと狼がだから確定確定出てるんでだって梅さん俺に入れたよあの作ってんのかなと思って 楽天で出大丈夫かこの村楽天で出てるのやばいやっ占い師が三人いるから占い師が三人いるってことはその中に一人関係いると絶対に違うローラーしてなローラーしてなさすがに一人…ええええ占い師そうよなそう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 あうまいうまいローラーしようローラーしようほー最初とをってしろって言ったんじゃないかと思っていやいやローラーでしょそれは切なく思いました思いました じゃ、あ梅原さんとラインはなかったっていうこと。とりあえず、フロールチャンステイでは。おお。すごい。え、どうなんだよ。すげえ人狼詳しいやそうなんです。お、回せよ、ローラ。ローラ。気付けて、誰か。お、待ってください。 いいぞ、せつなせつなお前、白だこいつ白だこいつ白だえじゃあカルビがないとかもしれん、ほんとに。こいつないとかもにれん。えじゃあ、明日、明日、ラヴ教えてください、2人とも。えまあじゃあ、まあじゃあ、カルビちゃんは誰にも言われ見られてないですもんね。うん、見られてない。じゃあ、じゃあ、カルビちゃんにしようかな。

お、しんなちゃんかどっちかに。ラインあるんじゃないのかなーや。やばい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 、プッサンに流される。プッサンに流される、プッサンに流される。プッサンに流されちまう。あいつ人道あいつ人狼だよ、あいつ。プルルが人狼だよ。おい、プルル、うまくね。え。もこいつ、もポンコツのふりすんのやめろ、プルル。いつも。 3番んじさんを起点といたしますので本日の投票順番は5番天木プルルさんからとなりますまずいそれでは天木プルルさんまずい質問されますかはいじゃあはい谷先生でえー、そうですね、うん、ねえな聞くことっ <laughs> <ー>てかこのローラーした後はどうしたらいいのこのゲームローラーステークやんっ順番にやってその差はどうな、ん、の にししてほい経験者じゃないよ。どうやったらわかんのいし、振動が。とりあえず、プレルまでやってほしいので。うん、まつるやん。二人ともつるやん。いいね、いいね。あと一人いるわけやん。あと一人いるから、もうその場合は、あの、士が出るのがいいのかな。あ士が私は士です。士は出ない方がいいので。 私は、そう、もし、この後、ナルオさんが黒出ししたら、で、当てられたら、出るのがいいのかもしれない。あ、分からん。分かんない。分かんないけど、頑張ってほしい。頑張ろう。うん。頑張ろう。天木プルルさん、どの中にどうされますかナルオさんでナルオさんに一票目がポジティブになっただけだったよ。続して、6番、ハイタニさん。 どなたに質問されますか頑張ろう頑張ろうってだけだった。<laughs> うーん、どうしようかな。ああうーん、おやー、どうしようかな。<laughs> 上原さんで。はい。<laughs> まあさっきのあれですよね、なんか、えー、っと、棋士を守るセオリーをなんちゃらかんちゃらみたいな。うんいや 欲望むき出しプレイで、絶対に守んなきゃいけなかったんでじゃ今回の。だって、新霊媒師なんだから情報的に。これでアリケン黒だったら、めちゃくちゃ話早いからさ、なんなら占い、もうローラーやめていいじゃん。いや、そうね。確かに、欲望プレイが通るって、結構、誰だよ、岸、マジで、岸が一番やべえよ。もう本当、そういう読みになっちゃうね。岸が、岸が一番やべえよ、マジ人 初心者って言ってる人が霊媒師で全部終わるのに作戦を結行してるわけだからえその騎士の人も初心者っすよね真ん中ですて絶対ほら裏付いたもん今真ん中のやつうんって言ったもん今真ん中のやつだろ絶対だってじゃないかなまあそうですよセオリー的にはそうですよね この子たち、が全部役所がんじゃない、この子たちの中に詰まってる。ああ、いや、せなんかカルビでしょ。れはいたにサンド。ナイトは多分、うん。されますか。いや、梅さんの場合もあんな。なるほど。太郎さんに、二票目が、入ります。では続きまして、七番、赤身カルビさん。やべ、だからこれ、一時どにされますか。梅、はい、ちゃんで。<laughs> はい。え、たぶん、梅ちゃんって、うん、あの。 怪しい占い師全員に占わらうな…うらならわれ…ハハハハハ占わられてるじゃん <laughs> 占わられてるねそうだから白書くってことだ、ね、危ないですよこれだからきっと…いやいいやまあ、俺ももちろん自分は白だと…白だったのはわかってるけどでも別にプルルとアリケンが本当の占い師かどうかわかんないからうんまあ俺は例えば狂人だったり人狼だったりあそういうこともあるのか、まあ、ありえるっちゃありえるわね でも多分今ここにいる棋士の人はさっき多分トロールしたと思うからトロールって何 <laughs>、うん、ミスよくない選択よくない選択をえちえカルビじゃないのじゃあ、うん、俺を守れっていうのをアピールした方がいいと思ういやカルビじゃないんだけどね俺以外だってまあでも俺もだから白確定じゃないけどまあかなり白っぽいく見えるよね二人からだって <白>まあ、そう、私はね、あの、一番白いんじゃないかなって思ってるから、ね、ありがとうございますそうそうなんですありがとうございますそれでは、赤かみかるびさん、どなたに投票されますか、はい、うん、とりあえずなるおさんでなるおさんに三票目が入りますでは続きまして、八番、しゃらくせつなさんどなたに投票されますかなんか今日、なるおの美女よくねはい、え、プルルでお願いします配信,配信見るとき、いつもメガネかけてるけなんか、なるおの美女よくねはいなるおってこんな感じだったっけはい、はいはい、よろしくお願いします あとプルール,ちルちゃんは占い師でめちゃめちゃ村人にとって有益な情報をもたらしてくれてると思ってるんですけれどもそうですはいそう思ってるんですがなる、はいはい、えっと、はい、先ほど、うん、村人をあいやいやいや占い師をルーラーした後にその後は頑張って見つけろみたいなの言ってたんですけど、はい、ここになんかセオリーってないんですかやっぱり、まあ、プルールとりあえず、まあ、マジで本能やとプルールが。 死んだので<あ>残してくれればもう時間の差で見つかっちまうんですけどああなるほど <laughs>、まあ、<laughs> こいつ嘘つきだ,だプルル嘘つきだああなるほどいやそうですね今<う>今どう質問に対して霊媒のことを触れたのでもうめちゃめちゃ、はい、今プルルちゃんのことを刹那は真目で見ておりますねそうとりあえず刹那違うんだよーとりあえずルーナいやー騎士混なくていいと それではシャラクセツナさんどなたに投票されますかうーん、ナルオさんでお願いします。ナルオさん、まあ、ローラー完成してくれればな。だい,ぶだいぶ村行いいけるっしよう。ここで騎士がガードしたらマジで熱い。じゃあナルオさんで、いやなんか、いなくなっちゃう人に話聞くの好きなの。まあ、ローラー流れですよね。 だから、次はプルルがいなくなるし、全然、全然うれしい。初心者があれなんでしょうね、たぶね。我々みたいなのベテランじゃなくても。いや、なるおさんさすがに人狼だったときに、霊媒突進はないと思ってるんで、ああ、なるほどね。人狼じゃないんじゃないかで確かに。はあるよね。守られるの街でってことか。教人はあるよね。 は本物で、なるが強人で、プルルが人狼は全然あるな。あれ、そうなると顔触ってる、これ、嘘つきの。これ、大悟が言ってた。違う大悟が言ってた。噛まれるでも終了違う大悟が言ってた。嘘つく人は顔を触るって。そうメンタリストの方の大悟が言ってた。名前が雑。それでは、梅原さん、どなたに投票されますかなるほど。 なるおさんに五票目が入ります。では続きまして1、一番なるおさん、どなたに質問されますか。ええー、まあ。えっと、じゃあ。ウルルさんでお願いします。はい。悩んだね。はい。もう、ここ僕、もうほぼ核で死ぬじゃないですか。はい。次、ど、だ、誰、いきます。占います。次。 そっか、人狼目線強靭化進化わかんねいのか。多分僕も死んじゃうじゃないですか。俺が強靭だと思ってんだ、なるおは。よっしはい、あい先生。怪しいすかね。あいたにさん怪しいんだ。まあでも教授。なんかわけわからないこと聞いてきたから。ちょっと、まあ。怪しいのか おかげわからないから人狼と狂人は。仲間なのかな。どう、どうなんだろうなっていうところで。あれ,でかさんあれ、あ、俺裏占ったのか、あそか、そうか、プルレちゃんみたいなそうか。そうか、そうか。なぜ占ったことを忘れているんですか。重ね掛けしないほうがいいんや、なない。いや、まあ、それで、来るかもしれませんからね。<の>それでは、なるおさん、どなたに投票されますか。じゃあ、プルルさんで終わります。<laughs> 天木プルールさんに一票目が入りますまあでも一人狼連れる続きましてこれでだから鳴尾が人狼だったらだいぶ村いぶ村,村有利ってことでしょう。ありがとうございますあはじめまして狼に食べられちゃう系赤ずきんぶちおばの玉持和也ですはじめましてあす,すみませんあのちょっとわから なくて <laughs> おお心がキュッとする何でもないこところがキュッとするからやめてそうなんですかはい心かや,、はい、いや心がギュッとなるからやめてそこにこう合票入ってるじゃないですかはい占い師が死んじゃったら結構この後つらいんじゃないかなって思うんですけどあーでも誰が本物か分かんないんではいとりあえず占い師だと思ってないです、はい、この人たちのこともなんなら意味ないなえもうプルルちゃんも… なるさんも私はそう。あ、でもまあ黒、黒が出てきたら別だと思うけどね。はい、ないねああ、うん、なるほど。じゃあ、プルちゃんも怪しいってことですか俺はやっぱ最初に死んだアリケンもう全然占い師だった可能性あるなと思ってる。おん梅ちゃん。んんかない梅ちゃん。 それ梅さん、さんさ中期、梅さん中、中継とー、鳴尾さんで鳴尾さんに六票目が入ります投票の結果、本日処刑されるのは鳴尾さんですそれでは、いいぞ残すことができますいいぞ、ーを死んだぞ、いい鳴尾がはい、もうあのー、ね、鳴尾が死んだプルちゃんにはな頑張ってもらって僕はもうちなみに僕は 本物ですけどねなんで <laughs> あのまあブぶジャんにはちょっとね頑張ってもらってどういうことどういういこと本物なんですけど頑張ってそれでは鳴尾さんはううビデオの停止を押してください鳴尾さんを処刑したりもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいはいということで皆さんねそれでは皆様おやすみなさいませ始まりましたアリケンラジオ えー、ゲーム1村目途中進行まで来ましたが、えー、現在死んでるのがオ尾ン二アリケンこの3人が死んでおります、えー、真の占い師だった僕は、えー、真なのでル尾、えー、プルルの中に一人狼が確定することは決まっております3日目の朝となりました2番玉持和代さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください5番天木プルルさん7番赤見カルビさん 8番車楽ラクさん9番梅原さん恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は赤見カルビさんです <えっ S 1> 赤見カルビさんはビデオでおしっこ行ってください,い,いそれでは現在五名生存です皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは話し合いを開始してくださいどうぞおはようございますカルビ行きましたかカルビちゃん プルル宣言通り、あの、羽ダに先生を占いまして、シロでした。あれもう、プルル目線は、せつらちゃんです。なるほど。はい。ああ、そうなそうなのか。そうか、和代さんもさっき占ったからってことそう、だから、もう、そう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 、もうみんな占ったので、ここにいる人は。ああ、そっかそっかそっか。なので、まあ、とりあえず、まあ、シーンのプルル目線では、もう、釣れば勝ちではある。

カズヨラインカズヨちゃんラインは怪しいなって思い<え>思い出してきましたけどもね白出しされてるからってことですか最初に白出ししたってことはい,あ<れ>いカルビちゃんって誰かに白出しされてましたっけ、うん、占い師の方に多分浮いてましたで、ね。いやされてなかったねカルビは浮いてた、うん、多分し白出しされてなくて誰にもかいやな,なんか次占ってください <laughs> っていう指示をされてなかったですけど占い師の方なんかカルビちゃんが死んだみたいな言ってなかったですけど言ってないか言ってないそうなんかやっぱりそう占われた人のラインがとにかく怪しかったのでプルムは多分黒側がそうでもこれもう霊媒師もさ霊媒師も占い師も死んだらもう当てずっぽになるよなまあまああとはもう本当に カエタキ先生が何言ってるか分かんなかったかまあでもプルルを釣ればオオカビアイチヘルさんね。<laughs> ーラーした後の立ち回りをちゃんとね <laughs> 確認しとかないとと思ってねまあまあでもまあまあでも城でありましたありがとうございますでもまああそうかでもな一応でも村が今四人いるわけだもんねそうだからどっち釣っても別に負けじゃないこれ騎士騎士はまだいいのかなか釣りだと勝ちにならないけど 刹那釣りだと価値があるのか。ああ、そう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 。ああ、これで無もうもうこれでちょっと終わり。うん。やでもまあ早め早早まるからっていうかやった方がいいのかねやっぱり。なるほど。先に取っといて取っとすか。待って待って。どういうことですか。え、なぜクルーは一人しかいないでしょこんなが。いあ あでもそこプルルプルルかとプルりますそう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 。そうそこ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 そります。そこそうそうそう。そこ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 そりそす。そこ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 でこそ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 こ それでは、せつらさん、どなたに質問されますか。かずよちゃん、お願いします。はい。はい、お願いします。お願いします。え、かずよちゃん視点で。次、はい、あのー。つるのは誰ですか。はい、うーんと、私はプルルちゃんに。いいうん、はい、白出されてるので。うん、まあ、プルルちゃん信じたいな。っていうところを。いや、かずよ。怪しいですよね。かだから。 まあ刹那をちょっと怪しいかなっていう目で見てますで<も>なるほどあの鳴雄さんに対してカズヨ怪しいぐいグイ疑いの目をかけてたじゃないですかはい投票したりとか、はい、なんかそれがこう人狼同士で怪しまれないように,やい,い,ううに,にいやここで占いローラーしましょうって言ったやつはマジでしろでも待ってください,い,い裏目で言うと今人狼一匹釣っとかないと

じゃあ、カズヨさんで。はい。えっと、お願いします。あ、こ、はい、りもえずプルルに入れて、っていうの,そのはい、まだ黒が2人いる可能性があるんで。2>, 2人いるとなんでプルルちゃんなんですか、うん、えっと、2>, いいよ2人いるケースだったらプルルは絶対黒だから。ええっと、<laughs> アリケンとナルのどっちかが黒だった場合は、はい、残りの黒1人なんだけど、 あはい、黒が黒だった場合は二人黒がいることになっちゃうから黒って人狼がいるようになっちゃうからプルルを生かしとくと終わっちゃう一人組まれてプルルちゃんがイエだからプルルを釣って最終日に村に人狼一みたいな感じで勝負これはもしかしたらそのせつなと梅原さんが組んでて。 私をプルルちゃんに投票しようとしてるっていう可能性もありますか俺と、いや。ない。ない。それでは、いいぞ、ラさいいぞ、どなたにいいぞ。いいぞプルル,でプルルさんに2票目が入ります。では続きまして、それでいいんだ。それでいいんだよ。プルルちゃんでお願いします。るる <laughs> はい おるちゃん親切してくれたからすごいライン切り来たよ、ライン切れ、これライン切りってやつだろみんなこれ。ライン切れだよ、これライン切れ。村のために釣らないといけないのかなっていう気持ちになっちゃってるんですよね。ライン切れ。ライン切れ。まあそれでもいい。てかそれマプレレからしたら、そうまあ切なちゃんって終わりなんだけど。うん。 ローラーって言って始めちゃったからプルルでもいいと思うんだよね。あー、村のために犠牲になる。そうそうそう。で、絶対にラインギリだ。僕にはわかる。そのこれはラインギリです。僕にはわかります。まもそんな人道が村のためにとか言えるような気がしないんだよな。ん でもまんまと騙されてるのかなと思う。もちろもうでもでもこれはもう相当早いと思う。大丈夫。内容あるだろう。それでは和代さんどなたに投票されますか。和代っぽいけどちゃうんかな。だって梅さんは白目、刹那も白目だし。では続きましてハイタさんはなんもしなに質問されますなんもしてないから。はい。まもう。 多分カズヨし俺だったらカズヨに入れるかなさすがにはい、はい、まあ、もうプリルから言うことはあのーはい、黒だなとしかいやまず、あまあ、やってないやってない黒だなとしか言えないじゃあないなんでこれこれ必要ないやこの必要な黒だしは皆さん気をつけてくださいこれこれやってますよこ,の女これやっておりますこれ普段や,やっちゃったね必要じゃなくてあの消去法で黒なんだよね多分ていうか確実にいやいやだってだって村人だもん

そう、おさんとご利用せば、あ,<ー>あの、そう、だったけど、で、ね、そう、それも良くないと思いましたね <laughs> そ<う>いや、切な頭いいなこれわかりましたはい。知性を感じるありがとーありがとうプルルさん、どなたに投票されますか切なですいや、これライン切りがハナハしいよ一票目が入りますライン切りがハナハダハダダしいよしルルどなたに質問されますかえー、じゃあ梅原さんではい まあ今回プルすするじゃないですか、はいでかはその後の情報って、まあ、占いがまずなくなるじゃないですか情報としてうんどう,どうするんですかこのこの後。私もねあまり、はい、そうですよそうっすよね、はい、こっからもう <laughs> んかだって言ったら確実な白って多分いないんだよね、はい、俺ですらまだと。皇の可能性が<で>周りから見たら見える,る全員から白出しされた人って多分い,いない 岸はもう死んでんのかな、うん、だからプルル俺とかもあるからああまあまあそうですよね、うん。とかまあプルル狂人でアリケン黒の俺黒とかもあるからああそうかそうかそか。そう完全な白って多分いないんだよねだからどっかで当たり当たりつけてラインを読むしかないって感じですどどれかが黒やったっていうふうにもう今はだからその刹那さんが霊媒師がお前が黒だっていう感じしてるけどプルルがそれぜ 霊媒師さえいればなそれではハイタニさんどなたに投票されますかプルルでプルルさんに4票目が入ります投票の結果本日処刑されるのは甘木プルルさんですそれでは最後にナイス遺言をお願いいたしますはいいやプルルは死んだのであのー、つって終わりですがあのー、終わりですはい <laughs> あのー、あのー、ストリートファイター面白いのでみんなもやってくださいそれではプルールさんはビデオの停止とマイクのミュートを押してくださいプルールさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませ はい。ということで、始まりました。アリケンラジオ、えー、デイスリーかな。えー、夜が来るたびに起こりますが、ここからは、えー、村人陣営、えー、プレイヤー側が4人しかいないので、夜の時間も少ないのかなと思います。<laughs> さあ、コメントが読めない状況での雑談という難しいことを今しておりますが、えー、皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。最近はね、ずんずん寒くなって、 いろいろとあれなんですけどね、私あの、東京に引っ越してきてから、洋服を買わなきゃいけないとずーっと思っておりまして、もうずーっと思っても3週間経つんですけど、まだね、洋服を買っておりません。なのでね、あの冬の洋服がね、あまりないんですよね。そうだから、あの昨日ですねあの、ご飯食べに行ったんですけどあの、もう長ズボンがなくて、半ズボンでね、あの飯食いに行ったんですけどね、その僕、結構あったかい方の,あの方に住んでたんですよ、もともと。 で東京に来て、すごい寒いね、東京は。思った5倍寒かったね。しかもなんか、東京に来て分かったのが、ビルとビルの間、マジで寒い。あれ、やばいわ。やっぱ田舎に住んでたら、あの起こり、起こりえない状況、ビルとビルの間の風の威力が強いっていうことにね、すごいびっくりしまして、はい。 まあでもまだ風邪ひいてないんで、僕結構あの免疫強い方なんで、風邪とかあんまりひかないんですけど、まあ、この東京でね、1人暮らしでね、風邪ひいてね、看病してくれる人が誰もいないっていうね、悲しいのでね、本当に早く東京に来たからには彼女を見つけたいんですけどね、全然彼女が見つからなくて。はい 配信者の人たちはどうやって彼女を見つけたりしてるんでしょうね。格ゲーマーの人とかも結構結婚したりだの子供がいる人だのっていうのがすごいやっぱ多くてマジでどこで見つけてきてるのかなっていうその教えてほしいんだよな本当にどこで女の子を獲得しているのかやっぱりストリーマーという職業をしてるがゆえに外にあまり出ないので女の子と会う機会もなく ここのまままずっっと、えー、っととあててで戻きました4日目の朝となりました2番玉持和代さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください6番灰谷さんさあ一体どうなるか8番写楽節那さん9番梅原さん恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は梅原さんです梅原さんはビデオの停止を押してください それでは現在、三名生存です。皆さん、まあ、梅ちゃんが一番白っぽいもんな。それでは、話し合いを開始してください。どうぞ。お願いします。多分カズ、カズヨだと思うよ。俺はカズヨ。えっと。はい。やばいですね、これ。まあ。この中に、人狼がいるわ。まあ、っていうか、その、ハイタニ先生からの情報がなさすぎて、カズヨ釣るしかないんだよな。一応、白です。まあ、そうですね。 えでカズヨさんははいとプルールちゃんだけに白だしもらってますかそうですねハイタリ先生がどっちに流れるかだねだ刹那バーサスカズヨじゃないこれはプルールちゃんのみに白だしもらってますかえと俺はプルールとナルオあそうかナルオさんか ははタ谷さんはどこにも黒だの白だの出してないから、むずいよね。でもカズヨは結構こいつが白だの黒だの結構殺しに行ってるムーブしてるから、まあ鶴ならカズヨだと思うけどな。白出しが少ないカズヨ・セツーナでやり合う。やり合うしかないと思っておるんですけど、ブラジンブラジーエの方どう思いますか、こちら。 うんまあそうだのかなそうなるのかな占い師がかかんなかったで確かにな人でどれさんの情報マジないなそう出ましシが噛まれた時点でもうちょっとこの方法しかないのかいやでもプルスさんとかにした質問が人狼でやってたらやべえけどなあれこっからどうすればいいですか村はみたいなあれ人狼でやってたらマジでやばいけどなせつらは だ、俺が結局どっちに入れるかって話よね。でもああいうの、ああいうの、節乃はやっておりません。ああいうの見たらだいぶ白目に見えるけどな。今の流れからすると節乃さんのほがまあ怪しまれてはいる。なぜあれは怪しまれているのでしょうか。なんで怪しまれてんだっけ。なんか何で怪しまれるかわからないけど怪しまれてるよ。なんかなんか節乃がなんかプルルがどっちか釣ろうぜみたいな話にはなってたから。いやでも待ってください、達也さん。はい。なんでしょうか。残り人狼が残ってたということなんですよ。あそこまで。 ぷるるちゃんが。そうだね。おったところまで。ってことはぷるるちゃん私に黒出ししてますよね。ええと黒出し。あ、黒出ししてたね。うんうん。最後、釣りましょうって釣ったら終わりなんですけど。ねっってて言たそうね、そうね、ですね。そうね、そうね、そうね。ラインってなんですか。そうね、そうね、そうね、そうよ、そうよ。そうなんだよ。こっちがライン。

あまあでもライン切りには見えるよなさっきの行動その関わらないとかすると思うんですよはい谷さんそうですよねなるほど確かにそんないやでもあの子はうですよす <laughs> 相さん信じてくれそれでは話し合いが終了となりました <laughs> 皆様マイクのミュートをお願いいたしますそれでは本日犠牲となっていた9番梅原さんを起点といたしますので2番玉持和代さんからの質疑応答ですそれでは和代さんどなたに質問されますか はい。はい谷さんでお願いします。はい。本当にやってないです。<laughs> 本当にうです。じゃ、せつな。やばい。結構詳しいです、ね、ずるいぞ。そうですね。あの、和代さんの方が初心女の子の武器を使おうとしてるぞ。まあ、いはい谷先生。もう本当に。はい谷先生頑張れ。結構丸く収められてます、皆さん。まあその丸め込もうとしてるみたいな。込もうとしても怪しいですよ、この女。 うーんだからちょっとこの後に刹那確かにその達也の取り合いだ、はいえー、っとなさんが刹那さん黒出ししてたっていうのは、うん、えどうなんだろうな。いで,すかでもプルルちゃんもうその何も考えないで言っちゃってる可能性もありますよね。<laughs> よく分からず言っちゃってまあでも刹那の方が白いよないいーローラー,ーローラー冠水やろうとしてたしな<は>最後まで。 そうですよ。だいぶ白くは見えるけどな。そこに。達也が気づけるかどうか。まあ、そういうゲームだからね、一応。あらさ、なるほど、あらし、そうだね。のかな。ああ、まあ、確かに。あらがしはしてるね、確かに。お願いします。あ、わかりました。ありがとうございます。それでは、かずよさん、どなたに投票されますか。せつなで。え、ちょっと、俺、次で決まるんだろう。え、ちょっと待って、これ、せつなさんに、き、話聞くしかななさんに、一票目が入ります。 では続きまして6番「ハイタニさん」どなたにれ <laughs> これでハイタニ人狼だったら俺も何も信じられないねはいでもこれで、ね、絶対風邪よだねはいそうですああじゃあえーと刹なは白いなでも俺は絶対本気で、うん、本気で言いますと、うん、あの せつなの方が詳しいと申し申しておりますけれども、あの女、<laughs> <お>あのあの女はやっております。なぜか、これ申し伝えましょう。最初あの人を、ありけんさんを雑殴りしてたんですよ。あ<っ>、まあ適当に。そう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 ,そう。あんな高度なやつ、高度なことやるやつが、になっての意味わかんねえな。いいぞ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 。いい <laughs> コードですよ。あいやありけんさんを雑にするのは結構。 全くコードじゃないと思うけどねえコードですよ、そんなことは。んできませんとりあえずアリケンさんを殴ったことみたい <laughs> な。じゃあ、待ってください。じゃあ、何で,でも答えます。聞いてください。何ですかえ、いや、だからプルルはが黒だったってこと。なんでだそうですプ,ルプルルちゃんはそもそも占い師であるのは。やばい、これどうなるんだんこれ、まずい。はい、だって。黒だしするべきってないんですよ。<laughs> 人狼だからやるんですよ。ってことは、和ズさんです。信じてください。なるほどね。<の>それでは ハイタニさんどなたに投票されますか？節乃さんで。節乃さんに二票目が入ります。では続きまして八番シャラク節乃さんどなたに質問されますか？えこれえ和世よじゃないのこれ？え和世よさんでお願いします。えこれ和世よじゃないのかな？えもう分かんなくなってきた。えハイタニさん人狼。投票これ節乃釣り確定ですよね？ はい、確定です。せつな、やった。やったよね。え、これ誰え、これマジで誰あ、わかんないわ。いや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 そんな、そんなずるがしい女にハイタ先生皆さん、これバケですよ、これこれやってますえ、ハイタ先生かなこれ。え、わかんない。いや、カズヨじゃ、絶対カズヨでしょ。ハイタニ先生なのカズヨでしょ。あ、プルールラインだったんですね、これ。

それでは刹なさんどなたに投票されますか刹なさんどなたに投票されますかごめんなさい和夫さんでお願いします、はい、和夫さんに一票目が入りますそれでは投票の結果一つやらのこれの楽刹那さんですでは最後に遺言が残せるんですけどもこの時点でゲームが 決着ゲームの決着がついておりますいこれでカズじゃなかったら俺たも俺も人狼下手だわ多分としても<分>人間だったとしてもゲームの決着はついておりますのでカズさん入ったりさんマイクのミートを解除していただきましてせつなさんの遺言をお聞きくださいでは皆さんマイクのミート解除していただいて大丈夫ですよじゃあせつなさんの遺言どうぞえー、ええー、負けてしまいました本当に本当にいかんでございますもうえ待ってもしかして タツさんが黒という可能性ももしかしてあるのかいやでも白出しが2個もらってるからないのかタツヤさんですよねいや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 やってないですよいやもうダメだああ人狼に選挙された村がもうやっちまったこれこれなんで通じなかったんだろこれ死んでくださいよもうえハイタリ先生なのこれテズナラテズナラ人狼ハイタリ先生の彼さんテズナさんはそのままで結構でございます待ってもうわかんない結構でございます それではこの中にもし人狼が生き残っていた場合は襲撃先を宣言していただければゲームの決着をつけますのでよろしくお願いいたします。和代さんで俺は俺だ なハイタリさん誰も疑わないんだろうと思って <laughs> いや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 わかんないですよちょっとねじゃあさかなさんの内訳を聞きましょう内訳お願いしますはいそれではですねまずお人狼お二人がですね天木プルルさんとハイタニさんがうぇーい指定コンビかよー,ーキャリーしてもらってやっ,<え>やってくれた、えー、占い師はえー、占い師が有健さんで有健<ー>さんでございました <laughs>

え初日が人狼のプールで二日目が人狼のハイキング。何や。ありがとうカルビありがとう。やばい。本当にありがとうカルビ。強人じゃねえかよお前。なんでレイバイシ

だってカルビさ、カルカルビさ、はい、あのハイタリと梅原がさ、あの一問一答で喋ってたじゃん。うん その時にさ、騎士守もんなかったから相当やばくねとか言ってさ、悪て言われた。ずっと聞いてたよね今。聞いてた。どういう気持ちだったどういう気持ちだった。やっちまった。いやその後あの自分も便乗して騎士に文句言っとこって思って。当然っつったら。当然そういうことするんだから。俺たち分かったよね。あのカルビがそう自分からそういうこと言ってたからなんかちょっと追い目で言っちゃったのかなみたいなよ読んで。たぶん。バレみたいにバそれでバレた。うんそれでバレた

プールちゃん、なんか選んでる感出してると思って。ああ、なるほどね。だから、俺が先に死んだ方がいいなと思ったんですよね。プールちゃん、残した方が良さそうっていう。ああ、人狼って分かったってことね。そう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 。へぇー。あ、俺、梅原さん、気づいてんだろうなと思ったから。いや、全然。ああ、まじっすか。気づいてなかった。意外とポンコツですよ。すいません。

<俺>雑談タイムでいす。あ、雑談タイム。あ、ちゃんと休憩あるんだ。か、ね、休憩しないと、あの最後まで残ってた人がトイレ行けないんだよね。疲れちゃうああ、なるほどね。そそそそう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 早く死んじゃうと結構暇なんだけど。確かに俺、MR40 漏れたよ。このいや、そうだ、シンジが死んだ瞬間、右下に出てきたんでね、ストリートファイタープレイ中って。<laughs> 聞いたじゃんマジでムッカついたのがさ、や,やっててさ、ホンダと対決でいちいちで負けてて、あ、対決してて、で超いいショで、あと大パン一発で当たれば殺せるみたいなんで、お互いも死亡圏内だった時に、うん、ズームに参加中とか出てきて、俺早速なんだ死んだわ。<laughs> <laughs> マジでキレてる、それに関しては。<laughs> あ、でも40もれたんだ。40もれたもれた。れたあれイマスターよかった、わ。マスあマスターだったんだ。感謝してほしい、信者私に。 いやでもカルビはやべえよお前おもう俺もお前だって思ったもん騎士は <laughs> なんでよだだ霊媒師さえ守ればローラーなんてもう <laughs> <laughs> すごいわカルビ最高だったわマジで。 いや、結構やっちまったと思ったのは、ね、<laughs> 自分ね。マジ, <laughs> マジで情報が。<laughs>

どうしても最終日になるそこまではたどり着けるんだけどそう<え>だから考えが間違ってても <laughs> とりあえずワンチャンある形にはなるっていう そうなんだよねローラス。つうかさだとしたら最後ハイタニさんさ質問したらクソ性格悪くない。そうめちゃくちゃ悪いあれただのバットマンだ。あれで投票自分がしたら勝てるからなんだろ僕人狼ですあそこで言っても勝ちは揺るがないのなんかどうですか。どうですか説明せえめっちゃ。いやいやしながら。てかハイタニ先生のあのさ初心者みたいなムーブずーいってあれプールにさえこれはローラーした後どうすればいいの俺みたいな俺白にしか見えなかったもんあれ。 ムクな感じねそうムクな感じ出すやばいあれ一番悪いなそれ一番悪いハイタニが一番悪かった今回あれはマジ大きい人の女の子ね下着でずっとしてたもんねプルルさんもできた奥さんでねまあ迷った方がいいかもねみたいなそう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 うまかったマジでコンビネーションがすごかったもん皆さんプルル警戒してくださいかなりうまいいやもうまい絶対うまいうまかった

やるしえっと結構結構バカです二人とも結構バカですえ、違う、えもうだよ俺最後、ハイタニさんのこと誰も疑わねえんだと思ってなんかハイタニいみたいなって違う、疑いましたけど、もう、もう確率論で行くしかないじゃないですかまあまあまあ、まあ情報がなさすぎた、マジでもう一つは全然もうカズはカズでちょろかった、もうプルにもう猛進だったし でもブグルグルそう。で雪乃雪乃でずっと占いローラのこと占いルーラってずっと言ってたこ <laughs> 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 れ今指摘されました。した <laughs> どこ行くどこ行きたいのと思って。<laughs> <laughs> ごめんなさいローラでしたローラ。<laughs> <さ>ん <laughs> 飛んで行っちゃう、ね。かなりいいメンバーです今日はだから皆さんで、ね、じゃあ二戦目準備大丈夫ですえいきます。